さあさあさあ、やっていきましょうか。バイオハザード6。ということでね、前回は、まあちょっと大人な感じでお届けをしたんですけれども、まあ今回どんなテンションでやっていくかっていうのは、まあゲームの、ね、進行具合によって決めていこうかなっていう、まあアドリブをかましていく。まあ全部アドリブなんだけどさ、結局さ、はい。というなんかもう、高速プレイ捕まっちゃったーってね、助けてーって言ってね、まあまあまあ、拘束されてかつ放置プレイというね、もう、M さんにとってはね、もうゾクゾクじゃたまりませんわーっていうね、そういう感じでなんでございますけども、はい。まあ、ラストチャプターやってきたということでね、頑張って、今回も張り切ってやっていきましょう。ワクチンを作って世界を救うのは、お前の信念ってやつじゃねえのか。あ、そうだ、皆さん、ごめんなさい。言うの忘れてました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタン押していただけたら嬉しいでございます。うん。でね、まあね、暑い日々が続きますんでね、皆さんね、ほんと体調を崩さないようにね、冷たい飲み物をね、しっかりと飲みながら、ゆっくりとご覧いただけたらな、というふうに思います。ということで、上。何か、ね。Of course, they took our weapons. ゴリラがね、実はね、IQ は高くてですね、なんと、パソコンを操作することができるんですね。ということで、キャッキャー風カタカタっていうのをやったら、なぜかこの二人の M タイムが終わったということで、SM プレイが終わったというところなんですね。はい。ということで、ちょっと覗いてみましょう。はい。まあ、武器とか、なんかネズミがちょいちょいしてる。あんなところに、まさか、世界で有名な、キーマウスがいるとは思わなかったけどね。まあ、そんなことを言いつつ、ここを登りたいんだけど、あれちょっと待って、マークが出ない。I know what I'm doing. あいつはぶっ潰してるのかな？あいつはぶっ潰してるはずだよ。もう。Good luck. あれ？手裏剣でぶっ潰してるとしております。あ、秘訣。今日もいい尻。でもここに何日を拘束されたんだ。まあでも1日くらいか。そうだよね。1日じゃなくて、数時間レベルなのかな？だって、チャプター5が確か始まった時っていうのは、空母から飛行機を奪って、で、そのままこのあれに来てるわけだから、ほんの数時間の差しかないはずっすよね。うん。だってお尻がうまく見えないんだよな。お尻がうまく見えない。ああ、でも、なんか、まあいいかも。ねえ。まあ、お尻がめちゃくちゃ見たいわーっていう方はね、チャプター3のね、シェイクじゃねえ。混ざった。混ざっちまった。違う。あれ？なんか来てる、来てる。気づかなかった。痛い。こいつ正面からなんか走って、おお、襲ってくんのか。しまった。この時は誰も見てねえぞ。Save me from climbing through those air ducts。潰してるよ。でもめっちゃなんか、ドアどんどんしてる。あいつがゾンビなんじゃねえか、こいつ実は。お前実はゾンビやろ。My pleasure。そんなことを言いつつ、はい。オッケーオッケー、いいだ。で、これはもう、でも、だよね。さすがにこれ壊してないはないよね。よかった。で、まず、ダメ。チェリーに種付けなんて、そんなことしちゃダメっすよ。オッケー。で、分離してらっしゃる。分離。オッケー。さあ、いただきます。ということでございまして。オッケー。で、ここはオープンセサミなのかな？あー、ボタン押さなきゃいけないよね。了解。よし。あー、そっか、ここ結構いろいろめんどくさい場所じゃなかったっけ？確かね。長くて、早くて、めんどくさいみたいな。早いって、どっから取ってきたの？一人でフフ笑ってるけどね。誰も面白くねえよ！で、ちょっと待って、ボタン押せない。どういうこと？これを調べなきゃいけない。あーは？どういうことね。ハオス覚醒。ねえ。覚醒する簡単なお仕事だね。え？ Reserve battery？ もうね、あのね。みんな、わかるでしょ？もうみんなも一緒だと思うけどさ、北海道とかの住民じゃない限りわかると思うけどさ、暑さで頭いかれちゃってんだよ。もともといかれてっけどさ、うん。暑さで頭いかれちまってっから、もう仕方ないよ。もうやられっぱなしだ、本当に。うん。もう、あの、涼しくなるまで元に戻らないでやんす。Reserve battery 1 activated. 25% charged. We gotta get more? Damn it! そりゃそうよ。そんなきついなって思ってたね。ね、
複数あるからこそのね、みんなこれ、うわあ、また生えてきやがる、一気に生えてやがる、やばいやばいやばい、ドゥン、ドゥン、このあれなのかな、このイボイボみたいなところがあの上半身が抜けたところなんかぶっ刺したあれになるのかな、ね、いろいろ、まあ、穴という穴にねやっぱ棒を刺すもんですからね。でここはまだ開けられない、あれ、あ、じゃあ開けれる、あ、そうだ、次の開けれなきゃダメなんだ、違うんだよ、え、ジェイク、ジェイク、ジェイク、何してんの、何してんの、ほら V シェイプがあるじゃん、 V シェイプ、 V シェイプ、ちょ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 、やばいやばい、パソコンが重くて、パソコンが重くて動かない、パソコンが重い、ちょ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 、 I'm on it! OK, OK, OK. I know what I'm doing. これがしたかった、これがしたら全然ダメっていう、 That's hardly practical. We got no choice. はい、ここから行くしかねえか、そうなんです、そこから行くしかないんでございますね、大変でございますね、どうしましょうかね、なんとかなるかな、よし、ぴょん、あ、ちょっと待って、ちょ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 、なんでなんで、ちょ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 、おかしいおかしいよね、あれよ、なんで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 、うわぁ、こういうのもね、待ちぼうけって言うんですよね、いっか、ぴょん、もうやつ先に行っちまってるんだよね、しかも面白いね、あの電源を供給するたんびにこう進み方が変わっていくっていうね、あー、ちょっと待ち受けてんじゃん、やばいじゃんやばいじゃん、さっきや金付けされようとしたんだよ、エロいことになろうとしちゃったんだよ、ね、危ない危ない危ない、おい、そうはイカヤが下ろさない、で、こっちはいけない、めっちゃのんびり歩きやがって、お前もうちょっと危機感を持ちなさいよ、ちょ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 、なんでここ、ちょっと待って、全然まだいかない、全然まだいかない、下半身がウニウニしてる、ポリッ、オッケー、樹脂下へ参ります、そう、回るようになるんだよね、やっぱ人生回ってなんぼじゃないですか、やっぱあの人生ってさ、経験値積み上げられていくことによってさ、なんかもうより深みが増していくっていう、そんな感じじゃないですか、で、おっさんくさいこと言ってるけど、経験値がね、いいものなのか悪いものなのかっていうものを見て、経験値をたくさん積んでるとか、だから同じことを繰り返してたら、みんな成長しないから、あの、合ってる間違ってるとかっていうのは、結局ね、自分の、あの、人生をどう過ごすかによるから、あの、当時は間違っている過ごし方をしてるかもしれないなとかっていうのも、実はその経験がもしかしたら後に出てきてね、あの、実は良かったと思うこともあったりするかもしれない。はい。何してたの？ほら、あの、ね、例えばなんだろう、ほら、自分がいろいろやっていくことの中でさ、仕事とかもそうだし、勉強とかもそうだし、人間関係作りとかさ、まあ、趣味とかもこれもそうだけどさ、例えば僕の動画なんてのはさ、見てる人が本当にもうごくわずかなわけさ、本当に2桁とかね、あの調子よくて3桁くらいいったりとかするけど、まあ、あれはね、もう完全になんかサムネで釣ってるというか、タイトルで釣ってるけど、エロってつけたら、なんかなぜかね、あの再生回数が爆伸びするっていうのがあるから、そう、まあ、爆ってことがあるじゃないけどね、うん、でもこの中にね、なんだっけ、あいつがいたりするんだけど、ドイツで、で、それはまあいいや、そんな話はどうでもよくて、で、そう、なんだけど、結局それって評価なんですよ、で、評価って他人がするもんなんですよ。評価って、おやっと来たのか、おっそ、お待ちしておりました。待ってて。評価っていうのは他人がするもんなんですよ。残念ながら。だからそれの良し悪しとかっていう。だからそれに評価をつけて、この動画面白い面白くないとか、チャンネル登録をするしないとかっていうのは、その評価を元によって、面白いからじゃあチャンネル登録しようとか、つまんないからもうチャンネル登録しないとか、この動画が何分になるか、おぉ、ちょ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 、この動画が何分になるか分かんないけど、全部見ようとか、面白くないから1分で切っちゃおうとかね、もう、かれこれ、8分だか9分だか喋ってるかもしれないけど、っていう中で、うん、そういうのがありますって、と。ね。で、そんな中で、まあ何が言いたいかっていうと、まあそういうことですわ、そういうことですわ。ただ、僕としては、この YouTube をね、今ね、あのマグナム放しながらやってるけど、あのシンプルにその、趣味として楽しんでやってるっていうのが あるから、それが楽しければそれでいいよってね、やつが来るやつが来るやつが来るドンってね、はい、まあ、下半身がごめいてますけど。僕にとってこいつが楽しければそれで問題ないよっていう話なんですよね。で、僕にとってはこの趣味、これを YouTube を趣味としてやることっていうのは大正解なわけさ。
ここピョンで当てる。あれここでも来たとこ。おー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 おおお。危ない危ない。こいつすぐすぐにね、もうな、離れたがるからさ、上半身の下半身とかまた入ってくるし。こんな、うん、ダメっすよ、ダメっすよ。はいはいはい。しかもこいつね、無限体力だからね、ちょっとほっとすーぐまたね、あのね、地面を這いずってね、こっちまでうごめいていっちゃう。危ない危ない。という話を聞く。そうなんですよね、そうなんですよね。で、まあ、それはいいですよ。まあ、それはいいですよ。まあ、そんな話もしつつと。だからね、結局ね、正しいかどうかなんていうのは誰にもわかんない。自分にもわかんないんだけど、でもその正しいか正しくないかっていう、結論をつけてあげるっていうのは自分にしかできないことですよ。誰かが間違ってるって言ったら、例えばさ、この動画はつまんないよねって言って、まあ、この動画に限らずさ、まあ、今僕が喋ってる話がつまんないよねとか、あるいは、なんかブルーホス自体がつまんないよねとかっていうのは、それはあくまで評価であって、で、つまんないからやめろよみたいなさ、そういうなんかつまんないからそんなにやらない方がいいよみたいなさ、そういうなんか正解みたいなのを押し付けられたところで、いや、で僕は楽しいからこれやるよって言ったら、それは正解になるわけさ。そこではない。あれ？リオンのとこか？ここだよね、ここで。出すよね、出すよ。間違って、あ、違うよ。そうか、ここをオープンセサミしとかなきゃいけなかったの。っていうことだから、まあ、僕はね、自分がこれ飽きたなとか、つまんないなとか、しんどいなとかっていう風にならない限りは、もしくはね、家族の関係があって、もう、ちょっと続けることが難しいわっていうような環境にならない限りは、今は、まあ、自分にとっては、この時間っていうのは正しいものだと、楽しいものだと思っているから、過ごしそうかな、なんていう風に思ったりするけど、うん。あー、痛い。さあ、V シェイプの時間。デイン。オーケー。さあ、これでくる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 、さあ、下がビギン。なんか、ああ、なんか、あれだね。転移装置みたいなのがシュインってついたみたいな、そんな感じになってるけど。さあ、くる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 回ってますね。ジェイク大変ですね。頑張ってくださいね。まあ、手立ちくらいしてやるよ。一応、パートナーだもん。一応な。でも僕は妻って言うと。Unexpected power surge detected. Please use elevator for evacuation. 7年まで。いやいや。First there's no power, now there's too much. At least the elevator works. 11年。あ、11年、丸11年だったかな。うん。そうだね。はっきりと白状して。We have to find a way to stop this. 告白しておくけど。ちゃんと浮気してない。That crane might do the trick. ちゃんと浮気してないと。ちゃんと浮気するもおかしい、ちゃんと浮気してないもおかしいな。まずその不貞行為を働いたことは一切ありませんので、はい、そこはね、プラスオイル。あ、でもほら、なんかさ、なんか島田紳助さんのさ、同窓会の話なんかでさ、みんな浮気したかったかって聞いたら、みんなが浮気したかった、でも頭はに散らかして小遣い月3万しかもらえないので浮気はできへんねんみたいな、だから金を持ったら浮気ができるみたいな、そんなあれかもしれないけど、僕金持っても浮気はしないの。なんか仮にしたいと思ったとしても、ありとあらゆるものを考えた時に、もしね、バレるっていうか、誰だとかバレてしまった時のこと、それでもね、いろんなところにこう幸せって向けられるから、自分がこれ幸せだな、あれ幸せだなってことを考えた時に、予約をすることによって得られる幸福と、それ以上別で得られる幸福、こっち選んだの、まず間違い、やばい、シェイク、ちょっと待って、そこで浮気してんじゃないか、完全に今浮気してたよ私。ああ、もうボタン間違えた、中でね、いろいろ出てきちゃった。まあ、いろいろ出てきちゃったのは、まあ、ご愛嬌ということで、お昼しやすい。で、ちょっと落ちます。やばい。そう。ということでございますよ。だから、よく、まあ、僕、なんかの動画で毎回喋ってるかもしれないけど、毎回でもないけど、まあ、
何回か喋ったことがあるけど、その麻薬とかさ、タバコとかっていうのやめられない人がいますっていうのときに、やっぱそれを吸うことが、まあ摂取することによって得られる快楽以上に得られる快楽があれば、麻薬とかタバコとかってやめられるんですよ。結局それ以上の幸せを他で見つけることができないから、あの脳がなんとかって言って、まあ、脳が侵されるのは確かに事実としてあるけど、それをやめることができないんですよ。タバコ吸うことがもう煩わしくなるとか、あタバコ吸わなくてもいいやって思うくらいの幸せを他で見つけられないから、結局タバコに走っちゃう、麻薬に走っちゃうっていうことなんですよね。だからマリファナだっけ、ほら痛み止めでさ、なんかあのそういうやつとかあるじゃないですか。タイマだったかな、まあ、タイマだったかマリファナだったかな。あのフィリピン戦争で、あ、じゃあペットフィリピン戦争で、おー、ちょっと待って、潰されてるー、なんでそんな、うそ、え、普通にめっちゃスペース連打してたんだけど間に合わないのか。これ急戦闘で負けるんだけど、次 QT でなんか死ぬのって、ほんとなんかダメだよね。システムがダメだわ、マジで。で、文句を言いながら、死んだことの言い訳をする。まあ、そんなことはどうでもよくて。ベトナム戦争か。で、痛み止めとしてね、麻薬が使われたっていう話があったけど、結局それに依存した兵士さんと、あそこから脱出することができた兵士さんっていうのがいたんだけど、で何かっていうと、まあ、家族を作って、奥さんとか、それから、子供と一緒に過ごす日々に、まあ、幸せを感じることができた兵士さんは、見事ね、後ろの下半身、上半身、早いな、やべえな。やべえ、これ繰り返しになる。急いで。ジャンプ！だから、麻薬をやめることができて、まあ、家族に、まあ、幸せ、本当に幸せを感じられなかったりとか、まあ、そもそも家族を、まあ、作ることができなかったっていう人は、やっぱり、大麻に溺れたみたいなね、麻薬に溺れたみたいな話も出たりとかしてるんですけどね、うわぁ、すごいカクカクやな。なんかごめんなさいね、パソコンの調子がほんともう前さ、マジでほんと逃げんじゃねえよ、俺。急にめっちゃ柄が悪くなった。はい。で、DJ、OK。さあ、無事ね、ここまで進むことができやしたということでね、まあなんかいろいろとゲームをやりながら喋るようなことじゃないかもしれないですけど、なんかいろいろ講釈と垂れてしまって大変申し訳ございませんでした。まあそういう回もね、まあ僕のゲーム実況あるあるなんでね、なんかね、もうなんか急に人様にいろいろと偉そうに語りたくなるっていうことがあるんですけども、まあそんなことしてですね、はい、今回はまあ切り替えのところになりましたんで、終わりにしたいというふうに思います。多分次回パートで終わるんじゃないか、最後までやっちゃおうかね、なんか中途半端になるくらいだったらね、うん、はい。まあなんかちょっといろいろとや話をしてるんですけれども、まあこのあたりでね動画を終了とさせていただきたいと思います。この動画最後まで見たいという方は次回パートぜひチャンネル登録ボタンを押してお待ちいただけたらと思います。おそらく明日も同じ時間に投稿を予定しています。ということで本日の動画は以上でございます。またね。バイバイ。That's right. Chris! You better put a leash on that puppy. This is between me and him. Go ahead. Shoot. You have every right to. Just promise me you'll survive. The world depends on it. Who the hell are you to tell me what to do? Stop it! Put your gun down! Now! Tell me, we just following orders, or was it personal? Both. Jake, please stop. Put a bullet just in your put head. Put your gun down. Drop your weapon. Don't do this.